第13回アジアローラースポーツ選手権でのインラインスケートスピードトラックローラースポーツはローラータイプの車輪を実装した重力や人力で動くローラースケートなどの運動機器を利用したスポーツ。国際競技連盟はワールドスケート。日本での国内競技連盟はワールドスケートジャパン。急症ローラースケート。急別名ローラースケーティング。主に以下のような分野、種別。 種目がある。スケートボードパークスケートボードでは国際ローラースポーツ連盟より盛んに活動していた国際競技連盟として国際スケートボード連盟があったがファースト統合してワールドスケートとなった。日本の国内競技連盟としてはワールドスケートジャパンの他に日本スケートボーディング連盟や SF に加盟していた日本スケートボード協会がある。以下のような種目がある。 インラインスケート、アーティスティックインラインスケートを使用して実施するローラースケート競技。日本の国内競技連盟としてはワールドスケートジャパンの他に日本、インラインスケート協会がある。以下のような種目がある。インライン、フリースタイルペアインラインホッケー、インラインホッケーインラインホッケーでは国際競技連盟としてワールドスケートの他に、 国際アイスホッケー連盟があるが2018年から2020年まで世界選手権大会を開催していない。アグレッシブインラインアグレッシブインラインストリートアグレッシブインラインでは日本の国内競技連盟としてワールドスケートジャパンの他に日本インラインスタント協会がある。ジャスパの主催大会をワールドスケートジャパンが講演している。別名ローラーフリースタイル。 ローラーサッカーローラーサッカーの試合ローラーサッカーはインラインスケートを使用してのサッカー。2020年現在ワールドスケートでは実施していない。別名ローラーフットボール。ユーロリーグでのリンクホッケークワッドスケートを使用して実施するローラースケート競技。以下のような種目がある。リンクホッケーリンクホッケーはクワッドスケートを使用してのホッケー。ローラーダービーローラーダービー。 ローラーダービーはクワッドスケートを使用したチームローラースポーツ。別名ローラーゲーム。スクーターバートスクーターには日本の国内競技連盟、普及振興団体として日本キックスケーター協会がある。別名キックスケーター。以下のような種目がある。ローラースキーローラースキーは2020年現在、ワールドスケートでは実施していない。ありがとうございます。